登るならここしかないなっていう、富士山。いや、あの富士山の登る指数が A なんだよね、全部オール A。 だから天気は悪くないと思うんだけどね。あれアサイテム、すいません。で、御殿場コースと富士宮コースは正直今ギリギリまで悩んでたんだよ、どっち登ろうかなって。そしたら富士宮コースがえぐいほど天気が悪くて、御殿場コースの方が天気いいんだよね。うん、だからもうちょっと御殿場コースにしました。あのね、ワンライブのさ、ゼロワンとかマリオくんが登ったから、俺も登らなきゃいけないって流れになっちゃってるんだよね。これだから俺もね、負けられないじゃん、ゼロワンマリオくんには。だからもうめげずに登るよ今日夜から。で、登りきってもう富士山引退する。それで御殿場登ったらもう俺言えるじゃん、御殿場登ったからねって。だから登らないって。炎上ニュースは一応やるつもりはいるけれど、ぶっちゃけね、手抜きになります、明日の炎上ニュース。はい。で、御殿場は天気はねいいって言ってるよ。うん、天気は。でね、あと俺ってさ、いつもさ配信外ゴロゴロしてパチンコでも打ってるんだろうとか楽してるんだろうとか、まあ思われてるのが実情じゃん。だからまあね、俺もね年に1回はさ24時間放送つけて頑張ってる姿見せないなといけないなっていう、まああるわけよ、怠けてるとかね思われてるから。目がおかしい、確かに。なんだこれ。だから今日富士山登りますよ。うん、左目真っ赤。まあだいぶ治ってるからこれはもう大丈夫だよ。はい。カッパも買った。あのね、ドン・キーホーテでフリーのカッパがあった。なんかあの自転車までカッパできるやつ、リュックサックを全部カッパにできるやつ買った。なんか本当にでかいやつ、フリーサイズの。酸素ボンベってマリオくんどこで買ったの？どこだったっけな。僕はあのあれだ、モンベル。え？モンベル、うん、登山グッズ売ってる。あ、そこまで行ったんだ。はい、うん、え、でも山越えでも売ってるじゃん、酸素ボンベ。あ、売ってます、売ってます。そこで買うよ、リスナーさん。ボンベは。マリオ使うなよ。いや、マリオくんがね、送りますよってね、心よくね言ってくれてさ、送ってもらってます。で、マリオくんで申し訳ないから、ちゃんとあのホテルの宿代出しました。それで休んでくれと。はい、マリオくんも登ります。登んないっす。あ、で、マリオくんからバファリンもらった、一応ね、マリオくん。バハリン。いや、俺は初富山じゃないんだよ、吉田口登ってるからさ。吉田口が一番初心者コースで楽だって聞いててさ、で、御殿場コースが一番辛いコースじゃん。もう絶対登らないっていう意思があったんだよね。でも登ります。もう怠けた体してるし、スパークのね試合もあるからさ、もう気合い入れてやろうと思って。ヘッドライト、だから俺ね、登山グッズ買った、うん、ライトも
ヘッドライトも買いました。はい、だからそこら辺大丈夫。電池も多分3日ぐらいは持つと思う。でやっぱヘッドライトが必要らしいんだって。めちゃくちゃね、マリオ君。ああ、そうですね。ヘッドライトも買いました。雨具も緊急にドンキーで買った。であとなんか必要なものって言ったら、あとお菓子とかそっち系だと思うんだよね。食べ物、塩分とか、それ買います。ちょっとあとあれやった方がいいかもしれないです。ボディーシートみたいな、薄くていいんで。ボディーシート、あ、 目に砂が入っちゃって、うん、なんか目が痛くなったら拭くやつがないから。あ、なるほど。あ、そういうものがいるんだ。で砂はパーってくるの顔に。僕の時はそうですね。目痒くなっちゃって。あ、そう、はい、でお風呂も入ってないから、うん、汗も一緒に目に入っちゃって痒くなっちゃう。そう、これいけるよ俺。これこれが富士山ですわ。上がります、皆さん。富士山です。ここまで登らないけん俺。でも俺ちょっと無理だけはせんとか、ごめん。だからリスナーさん、これリタイアしたらごめんなさい。申し訳ないけど、あ、無理だなって思ったら俺もちょっとリタイアしますわ。ゴーグルとかいらない、使わない。でも御殿場が15キロぐらいあるんだよね、大体が。15キロ往復入れて、いや上りで15キロか、うん、ワープできたらいいんだけどね。俺の一応プランとして考えてる部分は、とりあえず夜の、まあ、深夜の1時半ぐらいに着くんだよね、大体が2時ぐらい。でそこで準備して2時半に登り始める。朝の、7時ぐらいには新6合目には着いときたい。朝の7時にね。で朝の新6合目から着いて、だらだら歩いて、まあ昼の3時ぐらいに登頂っていう。俺の中では。で止まるかどうかちょっと分かんない。俺も一回ちょっと弾丸をね試したいって気持ちあるんだけど、でもやっぱ一泊した方がいいよね。予約はしてないけど、ホテルの。25日だと思ったけど天気が悪いから、もうね今イベント中じゃん、19日。だからイベントの日を選んでやって、これスタートダッシュで。だから無料あったらくださいね、頑張りあれば。ちょっと不安なのが携帯が熱くなってるんだよね、これ。ちょっと携帯が熱い、充電しながらだと。大丈夫かなっていう、ここ。いや、マリオくんにも送ってもらってるから、御殿場はまだ送ってもらう。そうで、マリオくんと一緒に登ります。登らないです。寒くは、一応寒くはないらしい、涼しいぐらいらしいけど。そう、酸素も薄いしきついな。まあ酸素ボンベも買うよ、うん、ちょっと腫れてるけどだいぶ治ってきたからね。いや俺ね、妙にこの御殿場のコース、まあ今自信なさげに言ってるけど、正直言うと俺なら登っちゃうんだろうなっていうちょっと気持ちがある。なやかんや、いやよいやよって言っておきながら登るんだろうなっていう謎の自信があるね今。あ
あ、2個ありがとう、あやさん。過信あるね。あのね、深志芋さんとか、まあ、いろんな人が吉田口登ったじゃん。じゃあ配信者の俺ね、もう何年もやってきた俺がまた吉田口登るっていう選択肢はないです。深志芋と同じねレベルじゃダメだと。じゃあもう150キロだけど5点倍いっちゃえって気持ちですよ。やっぱ配信者としてのプライドがあるんでね。だからもう登りますよ、任せてくれよ。で、登った後にありがとうみんなって言うから。だから富士山近づくためになんか、あの今日ケンタッキー食ったんで、正直今日登る予定はなかったんだけど、天気予想見たら指数が A だったからさ、ここしかないなって。いや、みんなは多分俺リタイアすると思ってるでしょ。悪い、俺ね、あのこういう系はリタイアしないから、やり遂げるよ。もう配信者魂で登るから、見てて。うん、応援もよろしくね。絶対登るから。マリオくんも俺のことね、一緒に登ってくれるって言ってくれてるかな。言ってないっす。登るよ俺。だ、今日中に、だから俺の今日の目標は今日中にもう富士山登頂、まずこれ第一目標で、下山中富士山の山小屋に泊まる、これが目標だね。そうで、もし行けるならもう弾丸。うん、あの吉田口は正直きつかったんだよ。何がきつかったかっていうと、あの崖があったからね。でも御殿場は崖ほぼないんでしょ、マリオ君。ないですけど、足をね持ってかれちゃうから、そのジャリがすごいんだよね、はい、そのジャリさえ気をつければ大丈夫かなって。で、山小屋は今日夜だから、夜はちょっと電話できないんだよね、山小屋。そうですね、だから朝ぐらいに予約の電話入れようかなと思ってます。はい、もうマリオ君にちょっと電話してもらって。あ、はい、っていう考え。でもこれ登ったらかっこいいじゃん。多分俺世界初だと思う、150キロが富士山登るなんて。誰も成し遂げてない偉業だと思う。デブでいる？御殿場コースで150、いないんじゃない。ああ、乗るよこれ。だから日本一って、ただちょっとね怖いのが、なんか携帯が熱いんだよこれ。 iPhone14 なんだけど、充電しながら今ね携帯持ってるんだけど、ちょっと熱い。怖いのが日中さ、暑い日差しを照らしながらこの携帯を持ってたら、こう熱暴走起きるんじゃないかな、ちょっと不安がある、マジで。だからちょっとコンビニで冷えピタ買ってやるしかないね。うん、今マリオくんですね。山小屋でも弾丸だよ、降りるしかないよそれで。でもマリオくんの時空いてたんでしょ。あ、でも1個だけ。あ、ギリギリだったんだ。ギリギリ滑り込み、祝日だったから。あ、そういうことか。はい、平日だったら空いてるそうですけどね。平日空いてそうらしいんだって。
平日だから登るよ俺。誕生月ライダーもアイテムありがとう。ありがとうございます本当に。あのね、こんなこと言いたくはないけど、ひろしさん50歳が登ったんだよ。登れんわけがない本当に。俺は50歳のおじさんが登れてるんだと、俺も登れるっていう謎の自信があるよ。59歳でしょ。いや余計自信がつくわ。でもね、体重はマジで大事らしいんだって。山登るときは痩せろっていうぐらい体重はちゃんとしないといけないって書いてた。そうらしいよ。そこだけはちょっと不安だね。俺ね、山登りのそのきつい部分というより雷になるのが怖い、それだけ。雨も降っていいんだよ、ただ雷は鳴ってほしくない。御殿場なんて逃げるコースないからね。逃げれるコースね、丸尾君。ああ、そうですね。それだけもうほんと勘弁してほしい、逃げきれないっていうのが。で、一応19日、20日が、登山指数 A なんで、ほぼ全部がね。だからもうここしかないなと思って、天気がいい日選んだ。誕生月ランダムアイテムありがとう。ありがとう。なのでちょっと富士山登るんでね、皆さん、まあよければ登るとこね、まあ見飽きたと思うんですけど、温かい目で見てください。お願いします。とりあえずあと何分ぐらいだろう。1時間。あと1時間ぐらいで着くんでね。2時でしょ。2時で、で一応ね、御殿場の登り時間が7時間なんだよね、トータル。早い、あの普通の人で7時間で登れるらしいんだって。だからどうしよう、登れるかなってちょっと不安があるわ。あー、10個、最後までずっと応援するよ。ありがとう、ポーさん、ありがとうございます。お前10時間だろ。それで聞けばいいけどね。マリオくんは何時間かかったんだっけ、登るに。登るのは何時間だろう。僕7.5号までで24時間かかってます。7.5号で24時間らしいから、うん、でもマリオくん4日かかってるんだよ日をまたげばねそう。ただマリオくんの戦法はいいと思うんだよね。やっぱ無理して歩くよりちょっとずつ歩いていった方がいいと思うんだよ。マリオくん戦法で俺行くかもしんない、申し訳ないけど。あ、マリオくんにはね、ありがとうって言いました。ホテルも取ったんで、ホテル取ったっていうかホテル代出したんで許してください。で、マリオくんありがとうね。あ、いい、とんでもない、ありがとうございます。送ってね、くれるなんてありがとうね。いやいやいや、全然ですよ。電池もたくさん持った。あとはもう行くだけ。はぁ、ちょっとごめん、リタイアしたらごめんね、リスナーさん、マジで。そこだけね。剣ヶ峰は誰も行ってないんじゃない、御殿場ね。剣ヶ峰は俺無理かもしんない、ちょっとみんな登った後。輸血さん行ったかな。剣
神には無理じゃない？あのね、山の山頂にスロット屋さん置いてほしい。そしたら俺マジで行くよ。あの登り詰めて設定全部6だ、6とかね、だったら登れるけど、もう何もないから、そう登って降りてきて、もう達成感しかないから。だからリスナーさん応援よろしくお願いします。ちょっとお願いしますね。本当にお願いします。もうきついの嫌なんで。一応ゴンさんっていう人もね、登ってたからね、御殿場。とりあえず自分のペースで少しずつね歩いていこうかなと思う。あと皆さんナイスもねお願いしますね。おっしゃる方いたら、頑張るんで今日ぐらいナイスよろしくお願いしますね。お願いします。あ、まあ登った時に頑張ってるなっていう時で押してくれればいいんで。あれ全然押されないよこれ。30人、これ登ってても大丈夫かこれ。1000人って30人押してって言ってね、やる気失せちゃうよこれ。 ありがとうね、誕生日付き ランダムアイテム。ナイスをしました、ありがとうございます。まあまだ車の中だからね、どうなるかわからんけど。顔が近い。ちょっともう本当よ、どうしよう、しんどいよ。本当登れるかどうかの不安しかない、いやもう無理だ、ちょっと登れないかも。ちょっとやめよっかな。マリオくんドライブしよっか。ちょっともうダメだもん。あんまなんかもうもうちょっとだんだんと自信がなくなってきた。めちゃくちゃ辛いんでね。そう言うんだよ、辛いってみんなが。マリオくん01が辛いんだったら俺はどうなるの。体避けちゃうよ。あ、電波クルクルしてる。じゃあ、 着いたら枠やるんで一回枠切ります。はい、着いたら枠やるんでね。着いたら枠やるんで、着いたら枠やるんでよろしく。2時ね。